古い概要標識で、クックスハーフェンの象徴的建造物となっている、クーゲルバーケ・クックスハーフェンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、クックスハーフェン軍に属す都市で、同軍の軍庁所在地である。この町は、ニーダーザクセン州の北海沿岸都市のうち、ビルヘルムスハーフェン及び、エムデンに次いで3番目に、大きな都市であり、ドイツ最大の海岸保養地である。この町は、 ブレーメン、オルデンブルク大都市圏及び、ハンブルク大都市圏に属し、地方開発計画上中級中心に位置づけられる。クックスハーフェンは、ドイツ最大級の漁港の一つである。2008年までこの町にハンブルクと、北海イコールバルト海運河の船舶投機所があった。北海沿岸保養地のクックスハーフェンでは、保養関連業や観光業も、経済上重要である。 クックスハーフェン港湾地区と現在クックスハーフェン市に属すアムとリッツェビュッテルは13世紀から1937年までハンブルクに属していた。当時より重要でより大きな町であったリッツェビュッテルは1872年にクックスハーフェンに合併した。クックスハーフェンの北西に広がるハンブルク日型自然公園にはハンブルクに属すノイベルク島、ニーゲヘルン島、 シャールヘルントがある。クックスハーフェンの象徴がクーゲルバーケである。この木星の会場標識は、ウンターエルベからアウゼンエルベへの境界を示しており、従って内陸水路の境界を示している。この標識は、本市の紋章のモチーフとなっている。クックスハーフェンは、ニーダーザクセン州の北端に位置しており、二面を水に囲まれている。デーゼ地区には、 ニーダーザク選手最北端の場所がある。こうした地理的条件はこの街の観光に特別な魅力を与えているが、後輩地との経済的関係に関して特別な問題を及ぼしもする。市内の最高地点はアルテンバルダー平衛である。立地と歴史上ハンブルクに帰属していたことから、この街は漁業と観光業を二つの軸として経済発展した。クックスハーフェンは、 中核縮のほかに、比較的大きな面積のかつて合併した村落に分けられる。古くからのクックスハーフェンの中心であるローゼン外区や、リッツェビュッテル城の周辺では広い港が発展する。一方、この中心の西側に位置する保養地であるデーゼ、トゥーネ年、ザーレンブルクが観光の中心地となっている。遅くになって名付けられた、クックスホフンという地名は、従来から、 定地ドイツ語の単語空具イコール、堤防に囲まれた土地に由来するとされている。しかしこの町の古い表記はこれに反して、カックスホフン、クックシェイブン、カックスヘイブンであり、1700年頃にやっと、クーグスヘイブンという表記も現れる。このような U、U マイナスやマイナス、K マイナスの変化はほとんど例がない。むしろ英語をグッゲ、玉、背中、給料に基づく、ゲルマン語、 九九マイナスからこの地名の前半部が形成されたと考えることができる。名前の由来となったのは、中世平野の盛り上がった場所であったと推測される。後半部も実際にホフンイコール、港に由来するかどうかは疑わしい。もしかしたら、中引くドイツ語の、ホーブイコール、農場、庭園、垣内あるいは中引くドイツ語のハーゲイコール、囲われた土地に由来する、可能性もある。 ドゥーネン近郊の紛糾簿、トベルベルク骨ツツボ埋葬地や、紀元前4000年の巨石簿がこの地域の定住地としての長い歴史を証明しているが、クックスハーフェン市は他のドイツの都市と比べて比較的新しい都市である。1394年、ラッペッケはリッツェビュッテル城をハンブルクに譲渡した。その後数世紀の間リッツェビュッテルはハンブルクの海賊相当の拠点であり、 避難校であった。1530年と1570年に2つの干拓地が堤防で囲まれた。この土地は17世紀に拡張された。しかしエルベ川の氾濫によって1785年までに完全に水没した。自由藩座都市ハンブルクのアムトリッツェビュッテル。リッツェビュッテルは1872年12月4日に港湾集落クックスハーフェント合併し、 ハンブルクに属し港町クックスハーフェンとなった。ドイツ国統一後、クックスハーフェンは軍事的にも重要となった。1883年に初めて海軍部隊が配備され、クーゲルバーケ要塞やその他の海浜防衛施設が新しい北海イーコールバルト海運河の航行を管理した。民間航路では1889年からハンブルクアメリカ航路の施設が重要であった。 ここからは単に大西洋を横断する航路だけでなく、1891年にはオーガスタ・ビクトリア号が初の世界一周に出発した。1910年のクックスハーフェン・ミナトチズ・レーゼの合併により人口は1万人を超えた。クックスハーフェンは1907年3月15日に都市圏を授けられた。第一次世界大戦では臨時の空母から イギリスの飛行部隊が飛び立ち、イギリス海軍の支援を受けて、1914年12月25日に、クックスハーフェン海軍基地及びノルトホルツ航空基地の飛行船、格納庫への、クックスハーフェン空襲と呼ばれる攻撃を行った。悪天候と事前の察知及び防衛により、損害はわずかであった。この空襲は、史上初となる洋上から出撃した。 航空機による港湾空襲であり、後年のターラント空襲や真珠湾攻撃につながる画期的な作戦であった。1924年1月2日のハンブルク都市法の発行により、クックスハーフェンはリッツェビュッテルから分離され、ハンブルク、ゲンスタハとベルゲドルフと共にハンブルク州の独立した都市となった。百三十七年の大ハンブルク法により、クックスハーフェンは ハンブルクからプロイセン王国ハノーファー州に移管された。ただしハンブルクには港に関するいくつかの権利が留保された。このためアメリカ港都市トイベンヘフトはクックスハーフェンの地域内にあるにもかかわらず1993年1月1日までハンブルクの所有であった。ハンブルク水上警察の管区監視所が現在もクックスハーフェンにある。 1969年にノイベルク島とシャールヘルン島が干潟と共に再び自由ン座都市ハンブルクに移管され、ここに水深の深い港を建設する計画が立案された。これに対抗して、ニーダーザク選手はクックスハーフェン漁港を拡張するための小さな土地を獲得した。2005年10月28日に、ニーダーザク選手経済大臣、 バルター・ヒルヒエとハンブルクの経済長官、グンナー・ウルダルは、ハンブルク市庁舎で、コンテナ素子上降廃止の条約に署名した。これにより、クックスハーフェン港の無制限の再開発に向けて、道が開けた。1945年から1964年まで、クックスハーフェンの近くで、実験的なロケット発射が何度か行われた。クックスハーフェンは百七十七年まで軍、 独立市であった。現在は新たに創設されたクックスハーフェン郡に属し、その郡庁所在地となっている。現在の面積は162平方キロメートル、東西の幅は約21キロメートル、南北の幅は14.5キロメートルである。1935年から1972年までの間に本市は何度も合併を行った。30万人以上が訪れた。 ニーダー作戦の日は2007年7月6日から8日にクックスハーフェンで開催された。クックスハーフェンは1872年12月4日にフレッケンのリッツェビュッテルと港の集落クックスハーフェンが合併して成立した。1905年にデーゼが合併し1907年3月15日に都市となった。1935年2月6日のグローデン ベスター・ビッシュ、ジューダー・ビッシュ、シュテッケン・ビュッテル、トゥーネン、ノイベルク及びシャール・ヘルンの合併に関する法律の発行によって、それまでハンブルク軍に属していたマチソンも1935年3月1日以降にクックスハーフェン軍に属した。ホルテシュ・パンゲンとザーレンブルクは1970年6月1日に、ベーレンシュ・アーレンシュは1971年2月1日に、 合併した。アルテンブルーフ、アルテンバルデ、デューリングボールとは1972年7月1日に、これに続いた。これらの球場村はいずれもラントハーデルン郡から、移管された。A、6月6日の数値。その後合併する地区は含まれていない。それらを参入した人口は、56,478人。B、5月27日の数値。 その後合併する地区は含まれていない。それらを参入した人口は59,642人。出展、1890年、1910年、1925年から1960年、1961年から1970年、1980年から1990年、2000年からは12月31日、クックスハーフェン市庁舎。 クックスハーフェン市の市議会は40人の議員で構成されている。これは人口4万1人から5万人の自治体の議員定数である。議員は5年ごとの住民による選挙で選出される。この他に上級市長のウルリヒゲッチュが市議会での投票権を有している。2019年11月1日からウーベザンティアーがウルリヒゲッチュの公認として 専人の上級市長を務めている。ザンティアーは2019年5月26日の選挙で51%の支持票を獲得して上級市長に選出された。第二次世界大戦後の市長、上級市長を列記するクックスハーフェン氏は1912年12月20日から公式の紋章を有している。この紋章はリッツェビュッテルのラントヘルで ハンブルクの三次会議にエミールムムセンによって1913年1月28日によって授与された。ズ柄、ガラ、本紙の紋章は金字で黒いクーゲルバー家が描かれており、その足は水で現れている。紋章の上に三つの胸壁からなる城壁感を持つ。解説、本紙の紋章は地名にちなんだ紋章であり、象徴的建造物であるクーゲルバー家を描いている。 クーゲルバー家はその栄誉にふさわしいものである。ハウプトマン・シュッパニガーは1733年にすでに、リッツェビュッテルの大半が波に奪われたとしても、クーゲルバー家は無条件に守られなければならない。クーゲルバー家以上に、クックスハーフェン氏を象徴するものがあるだろうかと、述べている。クックスハーフェン氏の旗は、長辺と平行に白と赤に塗り分けられており、その中央に、 死の紋章が描かれている。死の色は白から赤である。クックスハーフェンは以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。1987年からグリーンランドの中心都市ヌークと姉妹都市協定を結んでいたが、ヌークの地域、行政改革によりこの姉妹協定は終結された。クックスハーフェンは以下の都市と友好都市関係にある。 リッツェビュッテイル城ハンブルガート大協会、聖ニコライ協会、ヘルツイエズ協会聖夜交尾協会腕儀式、風光信号機腕儀式風光信号機構には、アルテリーベと、いわゆる腕儀式風光信号機 B、H がある。この器具は、1884年から北海を航行する船舶に、現在の風光と風力を、暴力無等方向は B、 ヘルゴラント島方向は H で知らせるものである。水道塔、ケンメラール広場と駅との間にある水道塔はこの町の密かな象徴的建造物と考えられている。1897年に建設され、2004年までクックスハーフェンの家庭に必要な水圧で水を供給していた。1960年代にレーゼやザーレンブルクにより高層の建物が建設され、 その水道等の工程差圧では、上層階にまで水が届かなくなったため、加圧するための施設が必要となった。2004年に、高架水槽が水道網から除去された。これ以降、水は、ドラングストベイクのクックスハーフェン給水施設の、新しい建物からポンプを使って、水道管に供給されている。水道等は2013年10月から、個人の所有となっている。 フリードリヒクレメンスゲルケ等フリードリヒクレメンスゲルケ等1991年からクックスハーフェンに高さ230メートルのフリードリヒクレメンスゲルケ等がある。この建物は一般の立ち入りが,が禁止されたテレコムの通信等である。この塔はフプーや移動通信に利用されており、また2000年代からは DVBT やダブを用いた。 テレビラジオプログラムの放送にも用いられている。数年後に周波数106.6メガヘルツでラジオ21のプログラム放送がこれに加わった。ホルター兵へ送信等1959年から1961年にホルター兵へに当時のドイツャブンデスポストによって超短波を用いた普風及び海洋通信に利用する送信等が建設され、 1961年4月1日に運用が開始された。1963年に ZDF のテレビプログラム放送用のグラスファイバー、シリンダーがこの塔の先端に取り付けられ、これにより塔の高さは現在の119メートルとなった。1977年に北ドイツ放送はドイチェポストの土地の一区画を取得し、ここに第一を呼び、 第3テレビプログラム及び超短波ラジオプログラムの送信書を設けた。港の放送塔公安地区には高さ120メートルの水路、船舶交通局の放送塔がある。この塔は三角形の断面を持つトラス建築である。この役所はアウサーエルベ、ウンターエルベ、及び北海イコール、バルト海運河南部分の航路標識、南パ線の正確な位置決定。 印刷物や、調波放送を介したこれら情報の伝達を、担っている。さらにこの役所は、ノイベルク号を、はじめ独自の船を有している。ベルナーバルトの木々越しに北海を望む、クーゲルバー家要塞便としてる家獣配線及び、クックスハーフェン漁業博物館ハパクハレン、ヘルミーネダイヒブラントのステージの一つクックスハーフェン、には、例えばクックスハーフェンシャンティーコーラス、 クックスハーフェンローゼンコーラス、ゾールンボルガービュットペダー、ゼーマンスコールエルベイ1などがある。いずれの合唱団も下記には定期的にクアコンサートイコールイベントに出演している。2005年から毎年クックスハーフェンでロックフェスティバル、大ヒブラントが開催されている。保養地であったことからクックスハーフェンでは毎年開催されるイベントが数多くある。 スポーツ施設スポーツイベントクラブドゥーナー。日型レースドゥーネンでは100年以上前から夏の日曜日の干潮時にキバレースの日型レースが開催される。このイベントには3万人から4万人が見物に訪れる。レースは多彩なイベントプログラムを伴っている。そうしたサブプログラムのハイライトにはパラシュート降下、海軍第3航空戦隊、グラーフチェッペリンの上空飛行、 ニーダーザクセンシューチェレバ飼育場からのお馬のプレゼンテーションがある。釣りはヨーロッパエビジャコや北海で採れ、新鮮なまま、あるいは燻製にして販売される様々な魚類などが名物食材である。クックスハーフェンク裁判所、クックスハーフェン水路、船舶交通局、リヒテンベルクイコールギムナジウムクックスハーフェンアマ、デスアーベントロートイコールギムナジウムクックスハーフェン。 実家学校、ウィンドエージーオフショア風力エネルギー試験場、クックスハーフェンは、エルベ川川口に位置することから、積み替え、倉庫、流通業者があり、また、オフショア風力発電の基地校となっている。クックスハーフェンには、例えば1995年に設立された、ウィンドエージーをはじめとする多くの重要な工業系、企業、旅行業者、港湾業やその周辺業者がある。 連邦軍もクックスハーフェンの経済ファクターの一つである。風力エネルギーのオフショア基地への拡充は、クックスハーフェン及びその周辺地域の経済力強化のチャンスとされた。港湾地区には完全に組み立てられたオフショア施設やそのコンポーネントを積み切るための重量品用布団がある。エルベ川沿いのオフショア風力エネルギー試験場では、風力エネルギー施設のプロトタイプが試験され、 検証されている。シーメンスが目沢2017年に大きな製造ホールとオフィス棟を持つ風力タービン工場をエルベ川沿いに建設し、ここで8メガワットの出力を有する風力エネルギー施設を製造している。風力エネルギーの生産量が高いクックスハーフェン。地域ではイータレジェンスモデルとして再生可能エネルギーの比率が高い電力網の制御が研究されている。 観光業の始まりは、当時の市長アマンドス・アーベントロートが海水浴場を開設した1816年に遡る。1964年以降、クックスハーフェンは、州指定の海浜保養地となり、クックスハーフェンレジャー地域の中心となった。年間のべ300万泊以上の宿泊客がある。クックスハーフェンは現在、ドイツの保養地の先頭に立っている。 雇用産業の進展を担っているのは、ノルトゼハイルバートクックスハーフェン GMBH で、その本部は、ドゥーネンの雇用地管理事務所内にある。観光施設、スポーツレジャー施設、文化的催しを背景にこの街は、住民や訪問客からレジャー及び生活の質が比較的高いと評価されている。クックスハーフェンのマスコット、クッキシュと、 ヤンクックス1973年3月13日に、ノルトゼイハイルバートは、それまでのマスコット、ニクセから、地元在住のグラフィックデザイナーのクルト・モルデンハワーがデザインしたヤンクックスに交代させた。これは、青いセーラー服を着たブロンドのコミックキャラクターである。1973年7月にこのキャラクターに、クッキシという名のペアとなるキャラクターが作られた。こちらは、 やはりブロンドだが赤いセーラー服を着ている。毎年約25万枚のステッカーが印刷され配布されている。クックスハーフェンでは観光、保養地域は明らかに工業地域と空間的に分けられている。観光の重点は市の西部に位置する3つの保養地デーゼ、ーネン・ザーレンブルクである。その海岸地域は保養滞在税が課される。また観光資源は クックスハーフェン中核区、特にグリンマーズヘルン、ローツェンガイ、リッツェビューテルにある。保養地区のドゥーネンには体験プール、アホイ、がある。この施設は1970年代の増改築によって海水の波立つプールが設けられた。クックスハーフェンは地域利用計画の意味においても重要で、中級中心都市の機能を超えた役割を担っている。漁業の衰退と、 連邦軍駐屯地の急速な縮小によって厳しさを増し停滞した経済構造変化によってクックスハーフェンは2015年に3億3000万ユーロの負債を抱えた2014年の住民1人当たりの負債額がニーダーザク選手州で最も高い自治体であったクックスハーフェン市は財政的に弱体な自治体を安定化させるために 自治体と州が共同で提供する連帯基金から総額1億8750万ユーロの債務援助を受けた。これはそれまでにニーダーザック選州が行った債務援助のうち単独のものとして最大であった。クックスハーフェン港の前景漁業はクックスハーフェンにおいて長い伝統を有している。漁港は1908年に創設された。クックスハーフェンは現在でも グレーマーハーフェンと並ぶドイツの重要な漁業基地である。漁業は衰退したが、それでもクックスハーフェンに35社、約1000人が漁業についている。近海での車庫漁用の小さな船のほか、外洋で漁を行うダフのトロール船及び、クッターフィッシュセントラーレの外洋向き漁船が、クックスハーフェンから漁に出る。シュトイベンヘフトと、ハッパクハレン。1、クッペルザール。2、ハッパク島。 三、ソルハレ。四、ゲデクターガング。五、シュトイベンヘフト。シュトイベンヘフトは、クックスハーフェンの埠頭の一つである。もともとは移民用に建設されたこの施設は、現在、主にクルーズ船の停泊地として利用され、ローローブネも利用できる。ここにある、アメリカ駅は、鉄道網に接続する独自の引き込み船を有している。急漁港は、2017年初めに、 ニーダーザクセンのニーダーザクセン港湾運営会社からクックスハーフェンプラムベックホールディングに売却された。これにより北海不島ではさらに400メートルの不島施設に電力が供給され車庫料のカッターが利用できるようになることが保証された。こうした港湾地区は観光や飲食目的に利用され拡充されている。クックスハーフェンココントロールタワークックスハーフェンシア その周辺地域のさらなる経済発展にとって極めて重要なのが1997年に運用開始された推進の深い港、クックスポートである。この新しい港の土地は1993年まで自由半座都市ハンブルクのものであった。ハンブルクとの長く困難な協議の末、この土地がニーダーザクセン州の所有に移常され、 その後約1億4000万ユーロが新たな港湾施設建設に投資された。運営者は、ゼーフィッシュマルクとクックスハーフェンの一部から設立された、クックスポート開港サービス GMBH であった。現在のクックスハーフェン多目的ターミナルは、レーヌス AG&CO の子会社である、クックスポート GMBH とハンブルクの原が出資して運されている。主要業者は、 ロール交通、新車の保管と、海運、コンテナの積み替え、オフショア風力発電所の設備の保管と積み替えである。風力発電機のタワーパーツ、回転翼、マシンハウスなどの大きな部品も、ここで陸揚げされる。2017年に、海上交通では、259万トンの貨物が陸揚げされた。ヘルゴラント島へのフェリーは、 旅客も貨物も専用のターミナルがある。港には2017年に就航したドイツ海南救助協会の海南救助寿命館、アネリーゼ号が駐留している。クックスハーフェン駅クックスハーフェンの交通網、クックスハーフェン駅はイベビーが運営する鉄道ブレーマーハーフェン、クックスハーフェン線の列車や、スタートウンターエールベ交通会社 MBH が、 運営するハンブルク方面からシュターデアヘムモールを経由して、クックスハーフェンに至る、ニーダーエールベ鉄道の列車が発着する。クックスハーフェンへは、ブレーメンブレーマーハーフェン方面からは、アウトバーン A27 号線が、ハンブルク方面からは、連邦道 B73 号線が通じている。クックスハーフェンは、ドレスデンを経由して、シレジアに向かう帝国道6号線。 後の連邦道 B6 号線の起点であった。クックスハーフェンの約1 0トル南のノルトホルツに、ノルトホルツ航空基地がある。クックスハーフェン軍はここにある、C イコールエアポートクックスハーフェン、ノルトホルツの間接的な部分所有者である。2005年11月初めまで、ドイツから北海を渡る最後のフェリーとして、イギリスのハリッチへのフェリーが運航していた。また、 クックスハーフェンからは常日のヘルゴラント行きのフェリーが運行している。1914年7月6日から8月2日まで、クックスハーフェンには中央駅とクーゲルバー系用サイトを結ぶ、可能年版と呼ばれる路面電車が運行していた。現在、クックスハーフェンは地方バスの出発点となっている。交通会社、KVG とマースライゼンの多くの都市バス路線が 都市交通を担っている。フリックスバスは、クックスハーフェンからベルリンへの長距離バスを運行している。クックスハーフェンでは、クックスハーフェナーなハリヒテンが刊行されている。この新聞は、近隣のオッテルンドルフで刊行されている、ニーダーエルベイコールツイトゥングと同じ、クックスハーフェンニーダーエルベ出版社 MBH&COKG、OK、が出版している。 両氏とも一般面はブレーマーハーフェナーノルト・ザイトング出版社に本部を置くノルト税編集者が制作している。またハンブルガー・アーベント・ブラッドもクックス・ハーフェンで多く購読されている。1985年からフリーペーパークックス・ハーフェン・クリアーがクックス・ハーフェンとノルト・ホルツ向けにハードラー・クリアーがザムトゲ・マインデ・ラント・ハーデルンザムトゲ・マインデ・ヘムモール ザムトゲマインデベルデラムシテット向けに刊行されている。これらは2014年11月からは週末にもクリアーツームゾンタークとして刊行されている。1995年からコマーシャルペーパーエルベベーザーアークトエルが水曜日に2014年10月からは日曜の夕方にもユスボーヒエンエンデとしてクックスハーフェン群北部全域で配布される。クックスハーフェンでは NDR のニーダー作戦向け、ハンブルク向け、さらには、シュレース・ビヒホルシュタイン向けのプログラムが受信できる。ラジオブレーメンのラジオプログラムもクックスハーフェンのニュースを放送しており、良好に受信することができる。さらに、ヒットラジオアンテネ、ラジオ FFN、ラジオ21、ラジオハンブルク、アルスターラジオ、ラジオ、シュレース・ビヒホルシュタイン、デルタラジオ、 エネルギーブレーメンといった民営放送局も受信できる。ニーダードイチエスハイマートブラッドこれらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。